1998年7月15日発行、神プロ10号、前田さんと遠征選手の対談になり、インタビューになります。ラジオ感覚でお聞きください。今回4話目になりますけど、はい、前回すごいですね、うん、数えたら18行しか進まなかったです。18行しか進まなかった、はい、18行しか進んでなかったです、ね、18行でおそらく18分ぐらいだったかな、うん、あ、そうですか、はい、じゃあ1行1分です、ね、はい、新日本プロレス違う、1行1分、はい、八津さんの目つぶって30秒に似てますね。あ、1行1分、はい、似てませんね。いや、似てませんというか、どちらかというと玄関開けたら2分でご飯の方が似てるかなと思いますけど。何で考えてたんですか。もうかぶせようか、負けず嫌いですね。そんなことないです。いやいや、ほんと負けず嫌いな。でかくて1000円っていうのもありましたけどね、やつ、はい、さんの場合は。行きましょうか、はい。新日本の道場で、佐山さんが2年先輩で、前田さんが入ってきて、うん、でその後に高田さんが入ってきたり、はい、まあ、その後、だいぶ後に船木さんが入ってきたりと、うんうん、新日本の道場には、そうそうたるメンバーがいたんだよという話。はいはいはい。で3話目ですね、はい、で今回4話目で、遠征さんが、はい、そうですか、すごいね、じゃあ前田さん偉いねというと、前田さんが、うん、へっ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 と笑って、うん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 、まあちょっと頭はパーだけどね、うん、でも今の新日本プロレスと昔の新日本プロレスは全然違うものになっちゃったね、うん、と、これも1998年の当時に言ってるわけですよね。今から24年前にもうすでに昔の新日本と今のプロレス、うん、今の新日本は違うと言われていて、うんうんうん、ね、じゃあ2022年の新日本は一体どうなっちゃってるんだということも、うんうんうん、ことにもなりますけれども、うんうんうん、あのだから1998年のプロレスと、はい、新日本プロレスと2022年のプロレスと、うんうん、これまた全然違いますよね。一緒なのかな、どうなんだろう。いや違うと思いますね。違います。あの1998年の新日本プロレスのこう前田さんがおっしゃってたイメージっていうのは、うん、あの NWO ブームはその辺ですか。 NWO ブームとかはおそらく頭の中にはあるんでしょうけど、現象としては知ってるんでしょうけど、うん、むしろだから長州さんや長谷さんがやってる新日本のプロレスのことを指してるんだと思いますね。あ、なるほどね。はは、まあ、そこにまあ NWO とかも入ってくるのかもしれないですけど、で遠征が、あ、そうですか、うん、はいはい、でも分かりますと、うん、で前田さんが、僕らが新日本プロレスのグリーンボーイの頃はね、うん、ロープに振るとかなかったの、うん、それをやると怒られたよ、ちゃんとレスリングをやりなさいって、ほうほうほう、ロープの上でこんなことしたら、かっこカニ歩きのポーズ、あれだ、まあ、これはあのグランナにはのことですか、ね、よく出てきましたね。さすがなんか出てきました、うん、グランナには。まさかグランナにはの名前出してさすがと言われるとは思いませんでした、ね、いやさすがですよ。もうボケ老人扱いですね、本当に。はい、あ、いやいいです、ちょっと一回止めますけど、はい、あ、ごめん、はい、すみません、はい、うん、で間違いなく猪木さんと山本小鉄さんが、うん、あ、かっこじゃない、間違いなく猪木さんと山本小鉄さんが木刀を持ってきて、うん、リングの上でボコボコにやるんだよね。今はそういうことないけどね、下手な試合するとプッシュアップのラワンの板あるでしょ、あれでガーンって試合中でもやられたよね。連戦が、うわーすごいね。で、前田さんが、だからプロレスやってて強くないとダメだと思ってる人たちが新日本を辞めて、うん、自分たちで UWF というのを作ったんだよ、うん、で遠征が、そうですか、でも前田さんもストレートだけど私も思ったことストレートに言うよ、全然ストレートだよ、うん、よく問題になるけどね、うん、それでこの間パンクラスと問題になったね。で前田さんが、え、パンクラスと問題になったの、うん、と聞くと遠征が、私アメリカの雑誌のインタビューを受けたね、うん、例えばもし勝ちか負けかを決めることがあるとすると、うん、負ける方しかわからないってやり方がある、そうパンクラスに関係ある人に聞いたね、うん、こっちの人は思い切りやってこっちの人はただ決めないだけ、うん、それは面白い、絶対バレないと思ったね、うん、そういう例えばの話をしているときに、パンクラスで真剣勝負じゃないのあるって聞かれたの、それであるかもしれないし分かんないじゃないと言っただけ、うんうん、それがすごい問題になった、うん、ここ一回切ります、ここで話します、なんか後にしますか、うん、もうちょっと読んでみましょうか。そうですね、で前田さんがはーっと言って、うんうん、遠征がだってどこにしてもそういうのがあるかないかなんて 100% 分からない、うん、ビデオ見ると全部本当みたいだし、うん、でもなんかそれが問題になったから、うん、バスルッテンからガイメッツァーから全部怒った。で前田さんが、何、遠征に
というと、エンセンが、そうそうそう、メッツァーはすごい悪口言ってた私のこと、でもその時は喧嘩になってないね、彼とはリングでやりたい、まあ問題ないよ、ただシューティングになんか電話が来たみたい、ファンクラスの方から、なんで そういうことを言うとかね、だからそれはちょっと言い過ぎたかなと思った、前田さんがパンクラスはずるいんだよ、ちょっとなんかまた24年経ってもなんかドキッとする展開になりそうですね。で、エンセンがおお面白いねとこの2人はちょっとやばいですね、やばそうですか、こう読んでると。どうでしょう、読みません、読んでいいですか、読める内容ですかね、と思いますけど、そうですね、はい、で前田さんが、俺がマネージメントの話をいろんなところにお願いに行ったのね、大きな会社とか、エンセンがはい、で前田さんがそしたらなんかその会社がテレビ局の関係者からリングスは真剣勝負じゃなくて八百長をやってるって聞いたと、フィックスファイトやってるって聞いたと、それでね、あのそのテレビ局の関係者に誰にそんなこと聞いたんだって言ったら、パンクラスの人間に聞いたって言うんだよ、でエンセンがああそうですか、で前田さんがその話をいろんなとこに確かめたら、パンクラスはテレビ局の関係者にリングスとは同じようだけどどう違うんですかって聞かれたら、向こうはフィックスファイトで自分たちは真剣ですって自分たちのことを説明するために言うんだって、でエンセンがああそうですか、で前田さんがそれ聞いて頭にきてね、鈴木みのるとか船木とか出てこいって、そういうんだったらリングスとパンクラスで試合すればいいんだって言ったんだよ、するとエンセンが拍手をしながら、おお面白いそれねで前田さんがそしたら絶縁だってでエンセンがああそうそういうことね、で前田さんがそうそう、まあどちらかというと割とこうオブラートに包みながらでも、オブラートに包んでないかなこれ、包み切れてないですね、まあ、だいぶ編集カットしてるんでしょうけどね、まあエンセンはいわゆるその片八百長的なことが、あるということを、例えばの話で言ったら、パンクラスがそういうことなのかと、そういうことだと言ってるのかと怒られたと、で前田さんは前田さんでそのこの前年の、パンクラスリンクスの絶縁問題ですか、そのことをネタとして話をしているということですね。この後どうしますか、東京ドームで高田彦さんあっただよっていうところまでが区切りですかね、で司会が前田さんはパンクラスを潰すとまで言ったんですよ、また余計なこと言いますねでエンセンがいやちょっと個人的な今の感情挟まないでくださいあ聞いたねその話、あんまり日本語読めないけどねそういう話聞いただけ、で前田さんがそんでね、高橋義樹っていう選手がパンクラスの会場で俺が前田を殺すって言ってきてね、でエンセンがああそうかそうかなんかに出てた、あっはっはっは面白い、これエンセン全部知ってるよな絶対ことの経緯を、で前田さんが、ドームで高田対ヒクソン戦があったでしょ、でエンセンがはいはいはいと相槌を打つと、前田さんがあれが終わった後にね、通路歩いていたら向こうから金髪のちょっと体格のいい若いやつが走ってくるの俺の方に、あれって思って、高田さん負けたから前田さん敵を打ってくださいっていうファンの子が言いに来たんかなって思ったら、俺の1メートルぐらい前で止まってじーっと見てるんだよ、握手してほしいんかなって思って顔見たらどっかで見覚えがある顔だなって思ってよく考えたら高橋なんだよ、そういえばこいつ前田を殺すとか言ってたなって思って、でどうするんだろうと思って見てたら横にいたうちの山本義久がちょっとどいてくださいって言って、そしたらなかなか素直にどいたの、なかなか可愛いやつや、フッフッフッ、テンセンがおお面白いね、私もガイメッツァ彼とならストリートでもいいよ、で聞き手、聞き手じゃない司会が、またそういうこと言うから向こうは怒るんですよと言うと、エンセンが、いや本当の男はやっぱりプライドがあるね、プライドをいじめられちゃうともうしょうがないよ、いじめられちゃうとどこでも、で前田さんが分かってるよ分かってる、そうだよそうその通りだよ、プライド傷つけられたらリングだろうと外だろうと関係ないからね、道でだってこの野郎ってなるよ、俺もそれでいろんな問題を起こしたけどね、エンセンがあそうですか、で前田さんが俺の悪口言うんだったら俺の聞こえるとこで言えばいいと思うんだよね聞こえてきたら何って言ったら終わりだから、それで向こうが文句があるんだったらやればいいわけでしょ、日本の場合ダメなのはね、全然聞こえないところでこそ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 言ってたまたまそれをどっかで聞いて、お前な何言ってるんやって言ったら僕そんなこと言ってませんってなるんだよ、でエンセンがああそれ多いねと、
まあそんな感じですかね、うんうんうん、まあ、そんな感じというのは、なんて言うんでしょう、まあそんな感じですね、うん、そんな感じというかですね、はい、2020年、うん、2年に全くそぐわないというのは確かなんですけれども、うん、この当時は面白かったですね、うん、こういう話は。そうなんでしょうね、うんうん、なんか中学生や高校生の喧嘩めいたところもあるんですけれど、うんうんうん、でもそれがこうリング上に直結するようなそのトンパチ、うん、いや確かにそうなんですよ、トンパチさがリング上でこう弾けるような表現されるような、プロレス格闘技というのもあって、うんうん、でそれが結構支持を受けたという時代もあったという。いや本当だからリングス、うん、この当時リングスパンクラスやったらどれぐらい爆発的に注目されてたでしょうし、じゃあエンセンのさっきの外滅だとなんたらかんたらっていうのもいい面白い興味をそそる試合になったでしょうから、朝日昇選手が、うん、まあ、エンセンが出てきてシュートもだいぶ色が変わったっていうようなことも言ってましたけど、この当時ですね、エンセンもやっぱりシュートの中では毛色の違う選手だったのは間違いないですよね、うん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 、必ずと言っていいほど乱闘騒ぎになるっていうですね、リングスでもあのお兄さんのいい芸の上と成瀬選手がやった時にも乱闘騒ぎに なりましたよね、うんうん、あの拳で殴ったか殴ったか、はいはいはい、有明の時ですね、うん、あ殴ったんだ、あれ殴ってましたよね、そうでしたっけ、うん、あのちょっとこれ、うん、記憶ですけど、いい芸が、うん、多分どっかで心が折れたのかわかんない、うん、もうもろ拳で殴ってわざと試合を止めるような殴りかかった、だったと記憶してます。で、うん、もうなるせがなんでだみたいな感じで、うん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 、もう重めでしたね。あの時はタムちゃんは確かモーリス・スミスとやったんですよね。あ、よく覚えてますね。なんかそれは今思い出せました、はい、もう世界チャン、キックボクシングの世界チャンピオンってやって、うん、キュッてやってやります。大丈夫ですか、今沼にあまりかけてないですか。いやいや、もうキュッてそれだけです。キュッてやってやりましたよって。ああ、そうですね、はい、10時で撮ってやりましたよと。その10時の撮り方を TK が教わりに来たという、ね、ああ、そうですね、はい、あれその10時の入り方でしたっけ。そうです、そうです。あ、そうでした。その10時です。なんか思い出せるところと思い出せないところがたくさんあって、うん、うん、まあじゃあこんな今回こんな感じですか。どんな感じですか。でも、うん、こうちょっとね、あの、うん、トンパチぶりを発揮したエピソードのお互いの披露試合みたいなところはありますけど、はい、まあ、前田さんの求めてるプロレスラー像というか、うん、そういうところは遠征にも見てたんでしょうね。見てた、うん、遠征に見てたというか、うん、遠征みたいなトンパチなプロレスラーがもっとたくさんいると面白いのになみたいな。あー、うん、そうですね、まあこう僕ちょっとこのインタビューはあんまり、うん、はまらないんですよね。田村さんはそうでしょうね。だから僕自身で例えるなら、うん、もう山吉と僕の関係みたいな、はいはい、うん、ああいう前振りがあって、うんうんうん、試合で、はい、リング上で決着をつけるっていうのが面白かったかなと思います。まあ今回は何て言うんですかね、ちょっとまあご本人がねこうおっしゃってるんですけど、うん、ちょっとどこまでこう芯をついてるかっていうのも分からない部分があるんで、うんうんうん、まあだから喧嘩自慢的なところはね、うん、あって、それをこう、うん、ある種笑い話として聞いてる部分は楽しいと思うんですね、うんうんうん、でもこうそうですね、うんうん、選手としてこの話ばっかりがスポットを当たってしまうと、うん、それはたまったもんじゃないっていうのもありま、分かりますし、うん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 、そこはやっぱりクソ真面目な田村さんからしてみると、こういう話ばっかりにスポットが当たってしまうと、うん、あんまりハマらないというのはすごく理解できますね、うんうん、大丈夫ですか。大丈夫です。もう締めましょうか。なんか喋ります。いい、いいえ。いいって何ですか。
いやいや、というか、はい、田村さんに喋っていただきたいんです。はい、ああ、なるほど。なるほどじゃないですよ。なるほどというか、うん、ちょっと 見渡しても、うん、ちょっとチェックするとこなかったんですね。うん、まあ、唯一言えば、はい、パンクラステレビ局、パンクラスはテレビ局の関係性、うん、リングスは同じようだけど、どう違うんですかっていうところから、はいはいはい、パンクラスが、パンクラス側がそういうふうに言ってると。うん、だけど、うんうんうん、前田さんはそこで鈴木船木っていうワードを出すのが、うん、あ、ちょっと何て言うんですかね、もうイメージがもうパンクラスイコール船木鈴木っていう風なイメージになっちゃってるので、うん、だからまずその発言を誰が言ってたのかっていうところから調べ上げた方がいいのかなっていうふうに、もう1ミリだけ思います。あ、これはでももう 前年にね、うん、前田さんがこうブチ切れ会見みたいのをした時に、うん、もっと詳しくもっと熱く語ってる部分でもあるので、うん、もうそっから約1年近く経ってるので、もうこの当時この対談をやってる頃はまあ割と冷静な頃だと思いますよ。そのリングスパンクラス事件が1997年ですね、はい、なるほど、絶縁宣言とか97年の話なので、うんうんうん、で要は前田さんからしてみると、うん、パンクラスという団体よりも船木鈴木は俺の後輩だという思いが強くて、船木鈴木からしてみると、うん、いつまでも後輩扱いするなという思いもあったでしょうし、うんうん、だそこはちょっと同じ出身だからこそ問題が大きくなったということも言えると思うんですよね。だいや、パンクラスでいいんです。前、うんうん、あのこれごめんなさいね、こう前田、うん、その前田さんどうこう言うんじゃなくて、うんうん、前田さんが発言するんだ、もうパンクラスだけでいいんです、うんうん、船木鈴木って出すと、うん、今度船木鈴木さん側も、うん、何のこっちゃってなっちゃうんで、うんうんうん、パンクラスはこう言ったと、うん、パンクラス側っていう、まあでもまあ結局固有名詞を出しちゃった方が面白いっていうのはあるんでしょうけど、まああと染み付いちゃってる部分があると思うんですね。そうですね、うん、まあ新生 UW ってね、先輩後輩の関係性っていう部分ではね、はいはいはい、で船木さん鈴木さんはそこを、脱却したい、うん、業界も含めてこう変えていきたいという思いがあったでしょうし、そう、もうすごくわかります。複雑なんですけれども、うんうんうん、まあでもこの1998、ごめんなさい、1998年当時からまだ2000年頭ぐらいまでは、うん、やれ八百長だ片八百長だ、うん、フィックスワイトだそうじゃないとかこう行ったり来たりしてましたよね、関係者の間でもファンの間でも、うん、この試合はああだこうだとか、あ、まだそういう時代でしたよ、うんうんうん、今の UFC とかはもう全然そんなことはないでしょう、うんうんうん、けれども、うん、まあライジンにその柴田が出てうんぬんかんぬんっていうのはちょっとネットのニュースで見たりしましたけど、うんうん、もう今は全然そんなことはないんじゃないかなと思いますけど、うん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 、この当時はそういう部分も含めて、うん、UWF の進化なのか、うん、プロレスの進化なのか、うん、はたまた全く違う部分での総合格闘技なのか、うん、ただこういう問題も含めて楽しんでいた部分はあったと思いますね、うんうん、いやだからね、うん、もうそこの時代の流れの時代の過渡期がやっぱり一番面白い時代だったと思うんですよ、うん、そうですね、うん、だここはもう白から黒になった、はいはいはい、はい、だまあ面白いんでしょうけど、うん、ここの本当前田さんとのやり一人とかパンクラス船木鈴木ってワードが出てますけど、うん、こういうところがねすごく魅力を感じてたんじゃないかなと思いますけどね、うん、大きくまとめると、はいはい、うん、でこっから今まだこの対談の頃はプライド3がやっと行われたぐらいですから、うん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 、プライド4もまだ行われてないからなので、うんうんうん、こっからどんどん時代が動いていくということですね。はい、そうですね、はい、じゃあよろしいでしょうか、はい、じゃあ第4話目終わります。ありがとうございました。19分。